始まりました。ミルクサッカーアカデミー、井上真でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたします。さあ、今回はお願いします、うん、2017年の清水エスパルスでございます。やってまいりました。ついに1年のね J2 を終えまして J1 に戻ってきた清水という続きでございますね。そうですね、はい、このシーズンはどのような結果だったんでしょうか。はい、はい、このシーズンはそれこそ前年から、うん、昇格請負人小林慎二がね、はい、監督のもと、まあ、昇格してきたんですが、はいはいはい、やっぱり J2 からすぐその J1 っていう風になってきて、うん、さすがに、そして、はい、もうこの辺りになってくると、もうダゾーンの領域になってきてるんですよ、うん、ああ、そっかそっか、この辺からそうですね。そう、だからタイミングもあれで、はいはいはい、やっぱりお金がいろいろ入ってきたりだとか、それこそ、2015年から、うんね、そう、トラッキングデータだとか、はい、もっとそのいろんなね、細かいスタッツまでがオープン化されるようになってきたってので、ぐずぐずと J リーグがめちゃくちゃ進化してるシーズンの一つでもあったんですよ。ああ、なるほど。いろんな面で進化してる。うん、そうそう。だから、ちょっと今までのこう、2011の柏レイソルなんかでこう、昇格後すぐ、ちょっと J1 取れるかどうかっていう、ちょっとそういうリーグではもうなくなってきてしまったのもあって、18チーム中14位という成績ではあったんですが、まず無事ね、まだ残留できたっていうのが、はい。大きかったんじゃないのかなというシーズンでございます。わかりました。さあ、そのね、残留を勝ち取ったシーズン、どのようなメンバーで戦ってまいりましたか、こちらでございます。ドン!出ました。はい。はい、こう見てみると、一ついいなと思うのが、はい、全体的なバランスとして左上から右下っていう、いわゆる一ついいチームの条件みたいな感じのものを、はいはいはい。右肩下がり。構成してるところが、そうなんですよね。うん、はいはい、で、それでいて、いわゆる、前線とかのメンバーとか、あと前線に一人、そして、後ろの方にも一人、年長者の、それこそポジションリーダーみたいなのがいるような感じ。確かに確かに、すごくバランスとしては整っているチームの一つなんじゃないかなっていうのが、整ってきたというね、またもう一度整ったという2017年ですね。そうですね、思いますね。なるほどなるほど。で、さらにこのあたりからですね、実は清水エスパルス、実はやることもちょっと変わってきたのがあったんですよ。はいはい。これ清水サポの方でもご存知かどうかなんですけど、もともと清水のユースって2014ぐらいまでかな、はい、いわゆる基本地元志向だったんですよ。ああ、なるほどね。いわゆる、静岡とか、もしくは別に電車で来れるからって意味で、その岐阜とか、愛知から来るっていうのはあったかもしれないけど、なるほど、なるほど。はい。いわゆる遠方からっていうのは基本的になかったんですが、2014号あたりからそこら辺が変わってきて、はい、いわゆる東京から来たりだとか、大阪から来たりだとかも結構増えてきたんですよ。へー、なるほどね。そう、で、そのあたりが、はい、そう、そのあたりが実り始めたのがここら辺でちょうど、2017とか18とかで、はいはいはい、今にも至るんですけど、はい、清水のユースってめちゃくちゃ強いんですよ。ああ、誇ってるんですね、今もね。そう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 。やっぱりこう、もともとサッカー王国、はい、静岡の清水市ですから、うん、そのやっぱプライドもあったりとかしながら、うん、こう、内々でやってきたっていうところも多少あったんですかね。そうですね、でもやっぱりこういろんなこう J のクラブとしてもやっぱ沼津、岩田、はいはい、宇治でも増えてきたってのもあって、ね、やっぱり結構分散されたりだとか、はい、逆に静岡出身で、うん、あと、まあ、同じで高校の方に行っちゃう子どもいれば、うん、県外に出てっちゃう子どもいて、だからもうそこら辺の境がなくなってきたんじゃないかなと、うん、グローバリズムというかね、ボーダーレスといいますか、はい、そうなんです、うん、でその中で新しい、だから子たちがこう入ってくることによって揉まれた中で、このね、今のちょうどユース世代あたりというか、この、立田選手とか滝選手あたりがそこら辺が揉まれてきた世代なんですよ。おぉ、ほうほうほう。ユースで。なるほど。強くなったユースで。で、実際この2017年の前年、2016年なんか滝裕太選手は、久保建英選手、まあ3歳下なんですけど、と一緒に、クラブユース選手権での得点王とかにも輝いた経験はあったんですよ。はぁ、はぁ、はぁ、へぇ、そうだったんだ。ということもありました。じゃあ若手がぐぐっと育ってきて、これはまあ今につながるといいますか、今の2020以降の、なんかこう期待も抱かせるようなメンバーがもう出てきた2017年と。出てきたっていうところですね。ということでございましょうね。はい。なるほどなるほど。よくわかりました。はい。ということでまた明日。ことでございます。18年は次回ということでございますけどもね。はい。やっていきたいと思います。このコーナーまた次回もお送りします。ぜひねまだの方はチャンネル登録してお待ちいただきたいと思います。ミルクサッカーアカデミー井上真央でございました。
ノーミルク佐藤でした。今日もありがとうございました。皆さんも最後までありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、次回お会いしましょう。どうも。では